身のタクシー運転手が、監視の目はこの数年でますます厳しくなったといいます。ウルムチではウイグル族の世帯全員の ID ナンバーが自宅の玄関に掲示されています。さらに QR コードも家族全員の行動を監視するためです。ウイグル族は許可なく自治区から出ることもできず、沈黙を強いられています。運転手は父親が入れられている収容所に私たちを連れて行くと約束してくれました。しかし翌日の朝、中国の SNS を通じ知らない女性から連絡が来ました。運転手は来られなくなったというのです。那为什么是你给我打电话？他是我的同学，他是昨天，昨天就那个那奥迪啊，那个那车修完嘛，昨天来的就修完了，然后他就那个，他说那个麻烦电话。我明白，我明白。運転手の友人を名乗る女性は。信頼できるという別のドライバーを見つけてくれました。しかしホテルの部屋を出た私たちは見張られていることに気づきました。数人の男たちがロビーで待ち構えていたのです。駐車場では年季の入った車を見かけました。私たちについてきます。悪名高い収容所がウルムチから60キロほど走ったところにありました。まだ新しくごく最近建てられたもののようです。建物を取り囲むように設置された無数の監視カメラ、警察の車両、そして外壁に書かれた文字が垣間見えました。新疆にはこのような収容所が1000以上もあると言われ、衛星写真からも抑圧の規模が分かります。人権団体によると収監されているウイグル人は100万人以上、これは新疆のウイグル人人口の10分の1に相当します。当局は何をもとに彼らにとっての容疑者を割り出しているのでしょうか。浮上したのは大規模な監視システムの存在です。 IJOP 一体化統合作戦プラットフォームと呼ばれるもので、中国の警察官は携帯電話のアプリを通じてアクセス可能です。フランス屈指のサイバーセキュリティ専門家がそのコピーを入手しました。当局の意図を探るため、このシステムとの接続に使うアプリの解析を試みます。アプリを解析してコードを調べたところ、そこには様々なファイル名が含まれていました。
例えば違法車両という名前のファイルが確認できました。それから家族調査という名前のファイルもありました。警察はこのアプリを通じウイグル人の個人情報を入力します。水道やガス、電気メーターのデータ、国内そして国外での移動の記録、宗教に関わる行動も細かく調べ上げます。コーランの購入から事前報告なしのメッカ巡礼まで。このシステムは監視カメラや警察のスマートフォンとリアルタイムでリンクしています。毎週大勢が拘束の対象としてリストアップされます。リストを作っているのが人間なのかコンピューターなのかは闇の中です。解析の過程で HBFEC という名前のついたサブファイルを見つけました。これは中国の企業の名前で CETC というさらに大きなグループに属しています。 CETC 中国電子鍵集団は国有企業です。ロベールはプログラムの背後にこの企業があると確信しています。中国の警察が使用しているこのアプリに最初に注目したのが国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチです。2019年この団体もアプリの解析を試みました。ウイグル人に対するおぞましい人権侵害の責任が誰にあるのか、もちろん習近平をはじめさまざまな政策の立案者たち、それと同時にこの抑圧を可能にするシステムを生み出した当事者、つまり CETC などの企業も責任を問われるべきです。国際調査報道ジャーナリスト連合が入手した文書によれば、2017年6月19日から25日までのわずか1週間で一体化統合作戦プラットフォームが地方当局に通知した要注意人物は24,412人に上ります。そのうち15,683人がいわゆる再教育収容所に送られました。706人は刑事施設への収監の対象に、つまり投獄された恐れがあります。2096人は予防的な監視下に置かれました。これはウイグル族迫害の実態を捉えたとされる映像です。匿名で YouTube に投稿された動画には手錠と目隠しで拘束された数百人が収容所に移送される様子が映っています。再教育収容所を作り、広範囲に監視システム網を張り巡らせる。個人宅に QR コードを貼り付け、家族構成から職業、収入、子供が就学しているかなどを警察官が把握できるようにする。そしてウイグル人を列車に押し込み強制収容所に運ぶ。全てが歴史上のあの忌まわしい出来事を連想させます。AI 技術の急速な進歩と安全への欲求に煽られ、監視の網が際限なく広がり続けています。もう手遅れなのでしょうか。どうすれば人間らしさが残る未来を守れるのでしょうか。IT 産業の中心地シリコンバレーを擁するサンフランシスコが思い切った決断をしました。2019年、市の管理委員会は顔認証技術の街頭での使用をほぼ全会一致で禁止したのです。サンフランシスコは何十年もの間最先端技術を象徴する街であり続けています。ヒューレット・パッカードやアップルなど時代の先駆けとなった企業もここで生まれました。
ですからサンフランシスコには良き前例を作る責任があると思うのです。中国で起きていることについて様々な記事を読みました。そして過去を振り返りました。1930年代後半から40年代にかけてドイツのナチス政権もコンピューター会社の助けを借りていたのです。もちろん技術的には今よりはるかに劣りますが、ですからサンフランシスコは顔認証技術を使用しないと決意表明しました。私はあの魔物を瓶の中に戻したいのです。カリフォルニア州ではオークランドとバークレーが、マサチューセッツ州ではサマービルがサンフランシスコに続きました。市民が管理される未来を拒否し、別の未来を選ぶための一歩を踏み出したのです。もはや避けがたいようにも思える超監視社会の到来を回避する方法はただ一つ。市民が政治に参加し、毅然と意思表示をし、魔物を瓶の中に押し戻すしかありません。